おはようございます。黒バラ軍団の小市です。本日のターゲットホールはミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店さんです。本日の入場整理券番号は4番でした。本日の立ち回りですが、過去の傾向から本日と同じ条件の日には6台並びで高設定が複数箇所投入されるという傾向にあり、その中でもオニムシャ、カプネリ、バイオハザード RE2 に高設定が多く使われると予想しています。まずは入場してこれらの台から大選択していきたいと思います。前回勝利することができましたので、現在のポイントは8ポイントとなります。本日も勝利できるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。おはようございます。狙い台として挙げていましたオニムシャの方が取れましたので、まずはこちらの方から設定は別していきます。でこの台の主な設定判別要素なんですけれども、一番大きいと思う部分がバスタリゾーンのテーブルですね。強チャンス目です。強チャンス目からバッサリゾーン当選です。47ゲームです。あと1回公約を引くとボーナスもついてきます。でここの3ゲームはゲーム数に加算されるので、1ゲームにつき5ゲーム加算されますので15ゲーム上乗せです。ここでレア役を引くと継続率 80% オーバーのラッシュに入ります。レア役は引けず、15ゲーム上乗せです。70ゲーム総券なしです。ここはボーナスです。鬼ボーナスです。でこの鬼ボーナス中にも、まあ、設定判別要素ありまして、このキャラ紹介ですね、6人目のキャラが出てくることがあるんですけれども、まあ、そのキャラによって、まあ、設定差を行っていますので、6人目のキャラが出てきた場合はしっかり見ていきます。強チェリーですね。強チェリーからラッシュストックですね。6人目のキャラは出てこなかったです。ここからリーチ目広角に入ります。
ボーナス当選期待度が 33% ですね。この台ではいかにリース目広告当たりました。リース目です。赤7です。で、ボーナスと2回引きましたんで、ここからはリーチ目合格 B 以上になります。リーチ目合格 A の継続率に加えてベルフリーズですねが追加されまして、ベルからのフリーズで 6%、 トータルの継続率は 50% になります。熱いですね。リーチ目です。取り入れしました。ベルからの 6% 取れました。リース目広告は折れました。ここは継続確定です。継続バトルです。チャンスアップはなしです。663枚で終了です。背景はデフォルトです。この台の主な設定判別要素なんですけれども、まず一番大きいと思っている部分がバサリゾーンになりまして、高設定であればあるほど E モードが選ばれやすく、まあ、すなわちそれは E テーブルが選ばれやすいってことなので、高設定はテーブル4以上が選ばれやすいです。設定差があるバサリゾーンなんですが、朝一と AT 初了後1回目はサンプルに入れないです。なのでここからは AT 終了後の2回目以降のバッサリゾーンから設定判別のサンプルとして取っていきます。弱チャンス目からバッサリゾーン同線です。設定差のある部分です。で、AT 終了後一発目のバッサリゾーンなので、テーブルは3スタートです。
基本的に AT 終了後一発目はテーブルは、まあ、3以上が選ばれます。緑で8点です。キャキモードに移行しました。でキャキモードに入った時点で AT の当選期待度は 40% あります。チャンスアップですね。暑いです。当たりました。74ゲーム、総権なし、投資変わらず2本です。弱チャンス目から10ゲーム上乗せです。弱チャンス目からリーチ目降格言ってくれました。ボーナス当選はありませんでした。87まで終了です。偶数設定したです。現在開店してから1時間ほど経ちまして AT の方を2回消化しまして、持ちメダルの方が400枚ほど。ここで一度店内の状況を確認します。開店してから1時間ほどで設定状況はまだ見えてきてないんですけれども、朝一早い段階で埋まった機種に関しましては、鬼武者、バイオハザード RE2、 カバネリ、その他はジャガラーコーナーにお客様流れていました。こちらの機種を注目していきながら、自分の売っている鬼武者の島全体を設定は滅していきます。今日チャンス目です。我を止められはせん。で紫まで行きましたんで、次のバッサリゾーンがテーブルが優遇されます。145ゲームバッサリゾーン、テーブルは8ですね。赤で8点です。赤だと期待度は 50% あります。強制です。173ゲーム総権ラッシュです。朝から早い段階でラッシュ3回入ってくれましたんで、まあ、この台の設定がいいにしろ悪いにしろ、まあ、出玉を作って余裕を持ちたいです。継続バトルです。チャンスアップはなしです。フリーしました。
54枚で終了です。今回は奇数設定したですね。298ゲーム、キョーベルからワッサリゾーンです。 AT 終了後2回目のチャンスゾーンなんで、ここはサンプルとして入れていきます。テーブル8です。紫で8点です。紫の時点で期待度 80% あります。で、戦技モードに行きましたので AT の継続率が 66% 以上が期待できます。326ゲーム双剣ラッシュです。リーチ目です。6体目のキャラが出ました。こちらは構成テスター弱になります。継続バトルです。おそらく 66% 以上ループ率あると思います。106枚で終了です。背景はデフォルトです。現在の時刻が13時過ぎで、鬼武者の島の状況を整理し直しますと、全体的な状況はそこまで良くはないです。この台なんですけども、朝一と AT 終了後1回目以外のバサリゾーンに関してはテーブル8が2回選ばれてますんで、この手に関してはかなりいい要素です。 AT 中の鬼ボーナスのキャラ紹介の際に高設定した弱も出ていますんで、こちらもいい要素です。引き続きバッサリゾーンのテーブルをメインにしながら設定判別の方していきます。160ゲーム双剣ラッシュ、113枚で終了です。持ちメダルが飲まれましたので、ここで追加投手です。3本目になります。赤なんで500以上ですね。あと1回でボーナス確定です。当たりました。156ゲーム総決なし確定です。追加投資しまして総投資3本になります。
赤文字は赤7以上が確定します。パネフラしました。激アツですね。一面です。チャンス目からセットストックです。でボーナスを2回引きましたんで、今回はリーチ面効果が D 以上が、確定となります。リーチ面効果 B はベルフリーズが追加されまして、トータルの熱いですね。この演出からベルはないので、おそらくベルフリーズすると思われます。フリーしました、ね、青ならですね。激アツです。ボーナス当選です。6体目のキャラしさはありませんでした。強ジェリーです。ボーナス強ジェリーからボーナス取りました。パネフラしました。リーチ目ですね。強力プレイです。9300分の1ぐらいのトラックなんですが、上乗せ確定ですね。100ゲームです。ボーナス当選です。強力プレイからですね。で確定の文字が赤なのでビッグボーナス以上ですね。俺の力だ。
ボーナス当選です。で、このリーチ目は赤7ボーナス以上確定です。セルフリーズですね。強セリーからストックです。これ強ベルですね。でここで先ほど強チェリーと強ベルから、ストックした玉から上乗せのゲーム数が告知されます。こちらが強チェリーからの分ですね。合計20ゲ40ゲームです。当たりました、ボーナスです。取得がありますのでここは継続します。復活します。チャンスアップはなしです。2133枚で終了です。時刻は現在15時になりまして、ここで一度店内の状況を確認したいと思います。まず自分が打っている鬼武者のコーナーなんですけれども、朝一からお客さんが変わられておらず、この時間まで粘られています。で出玉の方もしっかりとついてきている状況で、まあ、台の挙動なんですけれども、まあ、自分の台の両隣しか確認できていないんですけれども、まあ、そこまで悪くはないといった印象です。で自分の台に関しましても今のところ悪い予想ないので、鬼武者に関しては引き続き、打っていきたいと思います。続きましてバイオハザード RE2 のコーナーなんですけれども、こちら8台設置中6台は朝一からお客様が変わられている状況で、まあ、6台並びの線としては少し弱くなってしまったかなと思います。番長ゼロのコーナーなんですけれども、こちらは朝一の狙い台としては上げていませんでしたが、かなり出玉もついてきている状況で、まあ、6台並びの可能性が高いんじゃないかなと思いました。犬屋舎とカバナリのコーナーなんですけれども、稼働の状況の方は犬屋舎に1台空き台がある状況で、それ以外は稼働している状況です。出玉の方もしっかりとついてきている台もありまして、
ただ6台並びというところで見るとまだ少し見えてない状況です。ハッピージャグラーなんですけれども、この角から並んで6台、高設定機でボーナスを引いている状況なので、まあ、このハッピージャグラーに関しても、当たりという可能性はあると思います。91ゲーム総計なしです。124枚で終了です。バッサリゾーンのテーブルのサンプルが5回取れたんですけども、テーブルが8、8、5、6、2、かなり高設定強度を示していますので、このまま打っていきながら高設定に期待したいと思います。518ゲームバッサリゾーンです。テーブルは6です。ラッシュ確定です。もう1回進むとボーナスがついてきます。ここは引きたいです。行きました。277枚で終了です。346ゲームバッサリゾーンです。テーブルは2です。当たりました。最強最悪の鬼武者だぜ。371ゲーム総計なしです。バネ振らしました。ボーナスです。314枚で終了です。251枚で終了です。
この時間まで、鬼武者を6台並びの構成点狙いとして打ってきましたが、左の台もやめられて、この台も示唆や確定の要素が弱く、少し6と呼ぶには厳しい状況になってきて、この反対側にあるレールガンの可動域可動域に関してはいい結果を示していて、もしかすると鬼武者4台とレールガン2台この6台並びで高設定が使われている可能性が出てきましたので、こちらの台はここで集合したいと思います。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りですが、朝一から6台並びの高設定狙いで鬼武者を打っていきましたが、設定6はないと判断し、3枚もプラスだったので実戦終了とさせていただきました。本日の結果ですが、投資が141枚、回収が313枚、3枚がプラスの172枚でした。本日勝利することができましたので、現在のポイントが11ポイントとなります。次回以降も勝利できるよう頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。